ヒーローヒーロー探偵団。けしからん、まことにけしからん。何がけしからんのか。それは日本人の生理への理解の遅れだ。童貞だからわからない。そんなのも関係ない。私も生理が来るようになってからというもの、いろんな男性からちょっと何言ってるかわかんないと返したくなるような生理に対するおかしな発言をされたことが多々ある。例えば、女の人ってみんな同じ日に生理が来るんでしょ。江戸時代の人ってみんなトイレでドバッと出せたんでしょ。今の人がそれをしないのっていわゆる甘えじゃん。生理来てるってことは少女じゃないってことでしょ。中古かよ。ね、けしからんと思いません。一体何を教わってきたんだ。そう言いたい。でもまあ、私が小学生の頃は生理の話になると別の性教育を受けさせられていたから、そうなるのも仕方ないかとも思う。教わってないんだからわかるわけがないのだ。ただ私がなぜ冒頭で日本人男性の生理への理解の遅れと言わなかったのか、それはね、同じように生理があるのに理解がない女性が存在しているから。男性の場合は教わってないからで済むが、女性の場合は違う。知識のない男性より一定の知識があるはずの女性が無理解である方が実際傷つくのだ。生理に対する理解は巡り巡って自分に返ってくる。自分が辛いと思っているものに無神経な言葉を、たとえ意図していなかったとしても辛い時にかけられてしまえば関係に亀裂が入るのは正直当たり前だと思う。だからこそ知っておかなければならない。きちんとしたある程度の知識を。まず生理は11歳から13歳の間に始まるケースが多い。稀に15歳から18歳の間で始まる人もいるけど、これは遅発処刑というよ。生理は個人差が大きく、ダイエットや受験、人間関係などで大きな精神的なストレスを受けていたり、激しいスポーツをしていることによって初めての生理が遅れる子もいる。まずはっきりさせておきたいのは、生理が来る理由は人間の性欲が原因ではないということ。生理が来るということは体が成長して妊娠が成立できるようになったという証拠なのだ。メカニズムを話すと1時間くらいかかりそうだから割愛するけれど、つまり生理が来なければ妊娠ができないのだ。そこに性経験があるかどうかも関係ない。そもそも主に初めての生理が来ると言われている11歳から13歳のうちにほとんどの子が経験済みなら、それはそれでやばいでしょう。だから生理が来てるってことは経験済み。性欲があるから生理が来るというのはそもそも大きな間違い。女性の体のメカニズムを知らないっていう証拠になってしまうから気をつけてね。そして次に、その生理の周期について、初経から閉経までの約40年間、女の人は生理周期という身体リズムを持っている。だいたい月経から次回の月経までは25日から38日の周期が基本で、人によっては24日以内に来たり39日以上ということもある。つまり世の中の女性は皆同時に生理が来るなんてありえないのだ。もしそんなことがあったら本当この世界における最大の神秘だと思う。そして、一回トイレでドバッと出しちゃえばいいじゃんというとんでも発言がよく SNS で見受けられるわけだけど、生理の出血持続日数はだいたい7日前後、短いと3日で終わる人もいるけどね。つまり月の4分の1出血していることになる。怖いよね。出血は1回の生理につきだいたい 100cc 前後。ティッシュで良くないと聞くけど、ティッシュは下痢すら受け止められないんだから、そんなの秒で漏れてしまう。ただ 150cc 以上出血する人も結構いるから、本当にこれも個人差だ。出血の仕方も個人差があるよ。常に少量の血液が出続けているタイプや、急に大量の血がドバッと出るタイプなど、何にしても生温かい血液が陰部から出るというのは不快感でしかない。それにドバッと出るタイプは血が漏れてしまう心配がある。生理用下着を身につけていても、ズボンやスカートが汚れてしまうこともあるし、眠っている間に想定外の量が出ていたりすると、朝布団やシーツに血がべっとりということもある。そうなると生理でしんどいのに頑張って洗濯をしなければならなくなるのだ。よく生理は甘えという声を聞くけど、それも大きな間違い。所得が低いこのご時世で仕事を休めば給料は減らされ、自分の首を絞めることになる。本当は休みたくない、それでも休まなければならない現実がそこにはあるのだ。生理は出血に伴って月経随伴症状、月経困難症、生理前症候群というものがある。月経随伴症状は生理前や生理中に下腹部痛の症状やイライラなどの精神症状、さらには人に辛く当たってしまうなどの社会症状が見受けられる。他にも体のだるさ、めまい、集中力の低下、無気力、憂鬱、下痢や便秘、異常な眠気などもあるよ。これは生理がある女性の 50-80% が経験していて、治療が必要となるのはうち 3-7%、 結構多いでしょ。そして月経困難症っていうのは、日常生活に支障をきたすほどの下腹部痛、腰痛などの痛みがあることね。とはいえ本当に生理痛は個人差が
がある。ほとんど何もない人やのた打ち回るほどの痛みを抱えている人、本当にそれぞれ出血量も痛みの度合いも人によって違うから、そういったことから同性からの生理に対する無理解が生まれるのだろう。生理とか言い訳しないでよ。生理痛なんて全然大したことないじゃん。眠気とか吐き気とか頭痛とか、そんなの自己責任でしょ。こういう女性の上司結構いるんだよね。リアルに甘えたくない、休みたくない、そう思いつつ体がどうにもならない状況でそんな言葉を投げかけられたら絶望するしかないんだよね。実際それから生理の貧困が新型コロナで浮き彫りになってから、よく SNS で見かける生理なんて一回数百円で済むじゃんというもの、これ本当にけしからんのですよ。生理をよく知らない人からすれば、ナプキンってドンキの店舗で大セール150円で大量に置いてあるイメージなのかもしれないけれど、もし本当に数百円で済むんだったら、これ以上嬉しいことはない。生理用品は贅沢品じゃないのだ。常に出血している部分に7日間もナプキンを当てていなければならない。安いものは当然質が悪い。それによって肌が異常なほどかぶれてしまって、皮膚科を受診しなければならなくなってしまったら本末転倒だ。その他には出血量を抑えるためにピルを服用したり、鉄サプリを買ったり、鎮痛剤、ピルを飲んでいる人の場合は月4000円前後、そうでない人も月に1500円くらいかかってしまうことが多い。もちろんもっとかかっている人やそうでない人もいるけどね。本当はこんなにお金をかけたくない、それが本音。それでもそうしなきゃ自分が結果的に困るから、そうしているだけなのだ。つまり個人によって大きな差があるということは知っておいてほしい。理解しろと強要するものではない。だからまずは知ってほしい。そうやって誰かに優しくできれば、世界はもう少し平和になるかもしれないね。この動画がいいと思ったら、高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ヒロヒロ探偵団。